よーし、こんなものかな。次は、市長さんに会いに行くんだっけ。まだ何をするのかもわからないし、市長さんのお話を聞いてから考えよっと。Thank you.
ここが市長さんの家かな。他の建物より少し立派な感じだし。よし。シルビア・アルカールです。首は…まだ駆け出しなんです。でも…仕事ですか？確か、マルコーさんの秘書の人が、どんな人なんだろうな。エッチな人じゃなければいいんだけど。誰がエッチですって？あなたが王政派遣の錬金術師ですか？事情については、スティーブ大尉から聞いています。ここに来たということは、市長から依頼を受けたという理解でいいですね。はい。で、アルカール家の末、何か？そうですね。見ての通り、この草原は魔物たちが徘徊する危険地帯です。その中で普通の工事をして街道を整備するのは、コストの面からもリスクの面からも困難。そこで、錬金術師の力で。なるほど。お母様が残してくれた錬成レシピに。ユーナ・アルカウルの錬。